じゃあ、こんにちは、パスタマニアです。今日はしっかり焦げ目がついた美味しいナポリタンを作りたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。パスタは昨夜茹で置いてあります。オリーブオイルをまぶして冷蔵庫に入れて保管してありました。それではクッキングスタート。まずナポリタンは何といってもこの玉ねぎだと思いますね。だいたい1人4分の1個ぐらいでいいと思いますけど、玉ねぎからいい甘みが出てきますね。細切りしておきます。これは秘密兵器のペペロンチーノの素です。唐辛子とニンニクとパセリなんかを混ぜてある。これをね、小さじ1杯だとちょっと多いんですよね。まあ2人前で小さじ1杯ってとこで、マッシュルームは缶詰とかではなくて肉厚のどんこを使いました。まあ何でもいいと思いますけどもね。これはなるべく早い時期から玉ねぎと一緒に炒めたいと思います。ピーマンも欠かせませんね。1人1個でいいと思いますけど、これは細切りして最後の方で一緒に混ぜ合わせたいと思います。珍しいモロッコインゲンってやつがありましたんで、これも最後の方に混ぜていきたいと思います。鶏肉、日本酒と塩で昨夜漬け込んでありました。本当はねソーセージとかベーコンが多いと思うんですけど、ちょっとそういった化学製品がいっぱい入ったものは嫌なんで、今日は鶏肉です。オリーブオイルでまず玉ねぎと椎茸、これを炒めていきます。辛味のスパイスも一緒に入れてあります。これはじっくり炒めたいところ。今日は鉄製のフライパンが登場したんですけど、やっぱりこれがないとね、焦げ目がなかなかつかないんですよね。鉄製のフライパンは重要です。鶏肉も炒めていきます。こんがりと焦げ目がつく感じで炒めたいですね。ちょっとオイルが足りませんでした。少し加えて炒めていきます。一旦ここで引き上げておきます。そこでフライパンを一回洗うんですよ。そしてもう一回油を敷いて、今度はパスタを炒めていきます。これ一緒に炒めがちなんだけどね、パスタはやっぱり別に炒めた方が焦げ目がうまいことつくんですよね。今日は焦げ目重視でいきたいと思います。ここでねくっついちゃうとダメなんだよね。野菜ブイヨンの素、これを入れてパスタに下味をつけていきたいと思います。フライパンに入れたらちょっと放置しておくと焦げ目がついていきますので、それから混ぜるといい感じになりますね。いい感じになってきたかな。ここ結構大事なポイントなんですよね。はい、焦げ目つきましたね。
ではいよいよ最終工程に行きたいと思います。最後に入れるつもりだったピーマンとモロッコエンドウ、これを一緒に入れて、さらに引き上げておいたお野菜類も混ぜ合わせていきたいと思います。めんどくさいようだけど、こうやって別々に炒めるとやっぱり美味しくできますね。前はね、こんなめんどくさいことしなかったんですよ。さて、ケチャップが登場しました。今日はだいたい 90cc ぐらい用意してあります。これ大さじだいたい6杯分ぐらいなんですよね。まあ具材もちょっと多めだったので、大さじ1人3杯ぐらいってところですかね。ここでもしっかりと炒めて焦げ目をつけていきたいと思います。フライパンが良くなかったりするとね、この時点で焦げついちゃうんですよ。そうするとね、これ台無しなんで、焦げ目がつかずに焦げ、なんか美味しい焦げ目がつくみたいな、フライパンにこびりつかずに美味しい焦げ目がつくと、これを目指しております。ケチャップは段階的に加えていきたいと思います。今日は治療してる大さじ3杯分ぐらいかな。余計なもの一切入れないですね。美味しく出来上がりました。ほら、焦げ目がいいでしょ。最後はやっぱりチーズのすりおろしです。まあ粉末チーズですよね。辛みが足んなかったらここでタバスコとか入れてもいいかもね。ではいただいていきます。もちもちしたパスタなんですよこれ。やっぱり前の日のね、茹で置きパスタってナポリタンには欠かせないですね。それをじっくり炒めるっていうところが、まあイタリアンではない方法かな。麺がいつもより柔らかいな。美味しくいただきました。本当にね、ごちそうさまでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、チベリアもチャオ。